そう、すごく暑くて汗が出てきちゃうので、ちょっと全然暑い時期じゃないんですけど、今だけクーラーをちょっとつけさせてもらってます。そうなんですよ、失敗しました。ありがとうございます。でもはい、しばらく休んで安静にしたら治ると思うので、はい、安心してください。まだ、はい、今はしっかり安静にしたいと思います。はい、ありがとうございます。体も、そう、薬が効かなくなるとすごい痛くなっちゃうんですけど、今はそう、薬のおかげで痛みがだいぶマシです。そうなんですよ、うん、趣味、そうなんです。なんか急にそう寒くなったり暑くなったりするので、そして寒い時お茶飲みしてもらいます。はい、こんばんは、ありがとうございます。そう、作業も今日は無事になんとか終われたのでよかったですね。そうですね、もう辛抱頑張ります。顔疲れちゃってましたかね、本当にごめんなさい、失敗しちゃいますよね。うなぎ、そうですね、食べたいですね。納豆とかもいいみたいなので、納豆とかも食べたいと思います。ママだねー、ママにわに、あ、水分も、そうですね、なんか汗かいた方がいいんですよね。汗を、はい、かいて水分もつって悪いのを出せるようにはい、したいと思います。うん、確かになんか副反応がしっかり出た方が効果があるみたいな、そう聞いたので、そうですよね、そういう意味ではいいなって思います。こんな感じです。そうだ、そうだいか、ひえびさんやんかと思った。そう、ひえびさん貼ろうかなと思ったんですけど、はい、朝クーラーそうつけていいよって言ってくれたので、はい。そう、でもヒヤピタもなんかあんま貼ったことなかったんですけど、頭がキーンってするんですね、ヒヤピタも。そうですね、2回接種したので、そうなんですよ、安心ですね。うん、の方もありがとうございます。なんかそう、お母さんとかそう、やっぱ熱とかはなんかこうスルッとこう入るのが食べやすいじゃないですか。だからそう、そういうの作ってくれて食べました。おかゆ、そう、いいですよね、おかゆ食べましたよ。こちらでのメイキさんが頑張っているので、うん、なるほど、そうなんですね、何もなかったって本当ですか。なんかそう、お父さんも、ね、2回目何もなかったって言ってて、そうなんですよ、そうだから何もないのもちょっとね、なんかちょっと聞いたらいいですよね、しっかり。ウォーキング頑張る子、ウォーキングされるんですか。うん、無理しないでくださいね、ありがとうございます。
風邪ひいてなくてもインヒビターあるんですね。微熱が本当ですか。なんて書いてるんだろう、漢字がわかりません。ポカリは飲んでないです。あ、ゼリーとか、そうですね、そう、栄養ドリンクみたいな、栄養ゼリーなんかあるじゃないですか。それを、そう、なんか冷やしてくれてたりもするので、もしだったら食べます。あー、太い血管のところに貼れば、あ、聞いたことありますね。うん、あ、私もでもありました。あと、なんか摂取した場所に貼るとなんか効くみたいなのを、そう、教えていただけたのでメールで貼ったんですけど、はい、痛みが和らいだ感じがしましたね。両方痛いものが、うん、そうですね。あー、そう、若い人ほど熱が出やすいみたいですね。うん、あー、明日、今日が一番しんどいですかね。明日ね、熱下がってほしいですね。そう、若い人も出るみたいなんですけど、でもね、皆さんも出るかもなので、2回目は特に、そうですね、あの熱冷ましとか用意したり、事前に、そうですね、冷えピタとかされた方がいいかもですね。こんばんは。携帯かも。遊びに来たよ。ありがとうございます。あ、私も1回目は、そう、腕が痛いだけですね、私も。そう、でも2回目もでも痛いんですね。痛みが、きっと足の付け根は、あー、ありました。私もそうですよね。無理しないでね。あー、ありがとうございます。うん、来週2回目ですか。いろいろ買っておきますね。はい、いろいろ準備しておいた方がいいですね。まあ、いや、2回目横にはおかよ、そうですね、2回目、はい、あの、そうです、お母さん2回目大丈夫かなと思うんですけど、そうですね、私がマンマンもできるように、はい、頑張ります。あ、ちょっと私、あの、冷やしすぎたかなって、ちょっとあのエアコン効きすぎかもしれないです。お母さんにちょっと上げてもらおいますね。で、あの、そうなんです、始まる前汗がすごい止まらなくてあれだったんですけど、急に冷えてきましたね。はい、休んでね。はい、配信が終わったら、はい、寝たいと思います。あ、メンバーさんもすいません、遅くなっちゃったんですけど、見てくださってありがとうございます。そうですね、熱下がっても気をつけます。おでこやっても効果が低いんですか。熱は、はい、さっき、そう、薬飲んでから測った時は、そうなんですよ、ちょっとマシンに下がってました、ちょっと、はい。あ、足がしびれてる。今日暑いんですかね、なんか雨降ってるんですかね、わかんないんですけど。あ、はい、終わったら休みます。
時に、なんていうんですかね、最近はその時によって結構バラバラで、そこまでとかその夜遅くにお仕事あった日はやっぱ遅くなっちゃいますね、結構。1時ちょっと過ぎちゃったりとかもしますね。そうやって不可能が、そうですよね。心配だよ。でもそうですね、しっかり休んで、はい、安静にしたら治ると思うので、はい、安心してくださいおー、時暑かったんですね。今日は快晴で暑かった。台風もどっか行ってくれたみたいですね。はい、熱が上がって辛かったですか？本当ですか？皆さんも2回目取るときは特に気をつけてくださいはい、ね、何もなかったらいいですよね。こんばんは。今日もスクロールがうまくいかない。すいません、そうですね、おとといもすいません、今日もなんですけど、ちょっとお休みさせていただきます。明日はそうですね、歌えたらいいなって思うんですけど、すいません、20年寝てください。あ、はい、もう終わったらもうコロンテス、はい、寝ますんで安心してください。皆さん心配ってそうですね、明日はね、治って調子です。今日も来たよって、ありがとうございます。そうですね、あ、10年ぶりぐらいの熱が出ましたか。私もそう、あんまり風邪ひかないので久しぶりの感覚でした。はい、くださってありがとうございます。優しい。あ、171日連続ありがとうございます。あ、声ちっちゃいですね、本当にごめんなさい聞こえてましたかね。あ、ありがとうございます。皆さん優しい、 ありがとうございます。はい、そうですね、今日はすいませんがオートタイム今日もなくて、はい、ちょっと終わらせていただきますが、ちょっとそうですね、皆さん心配かけちゃったかなと思うんですけど、はい、しっかり休むので明日は元気な姿をお届けできるように、はい、今はしっかりとにかく休みます。ありがとうございます。皆さん見に来てくださってこんなんでしたが、すいません、はい、発動は何がいいですかね。目しないでね。ありがとうございます。今からじゃあ寝るので、あれとあ、眠たいですか。じゃあレター、ちょっと今日は報道で行きたいと思います。はい、あ、発動はできそうなので、はい、じゃ心を込めて頑張ります。じゃあ行きますね、行きまーす。ニャンニャンビーム、あーからのー Good.
ました。あのおやすみよ、こにゃん。しっかり休みます。ありがとうございます。わー、いっぱいありがとうございます。ピンクできてましたかね。はい、それではすいません、今日はこんな感じでしたが、はい、しっかり休みたいと思います。ありがとうございました。皆さんも疲れてると思うんですけど、見に来てくださってありがとうございます。皆さんもゆっくり休んでください。明日は、はい、元気になっているように頑張ります。あ、休みます。ありがとうございました。明日の配信もお待ちしています。ありがとうございました。父方向寝ますね。皆さんもゆっくり休んでください。本当にありがとうございました。夢でも会いましょう。おやすみなさい。